こんにちは、こんばんは、ハルゲです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。まあ、センターバック含めて、サイドバックの選手たちも、一応ティアリストにまとめたので紹介をしていきたいなと思います。で、一応まあヒーローだったり、アイコンの選手は含めてないです。まあ、金のカード、まあ、現役の選手、で、ティアリストを作りました。で、今回も海外の配信者の方たちと、あとは自分の個人的な見解をもとにしてティアリストを作りました。それでは早速ティアリストを見ていきたいなと思います。こちらがディフェンダーのティアリストになります。まあ B は、チアゴシューバーなんですけども、やっぱりペースが、あまり高くはないっていうところで、まあそもそもこう、足りなさすぎるなっていうふうには、感じたので、まあ今作のチアゴシューバーもまあフラッシュバックだったら良かったんですけど、まあ金だとあまり使えないかなっていうような形です。で、 A を見ていくと、まあルーベン・ディアスだったり、まあラモスとか、ラポもそうですかね。こうディフェンス能力に長けてる選手でもペースがあまり高くないっていうような選手たちです。まあペースが全てではないんですけど、まああるに越したことはないかなっていうふうに思います。で、別にこの選手たちがまあ B ではないっていう理由は、やっぱりディフェンス能力で、まあある程度はこうカバーできる場面も、あるので、まあ A かなっていうふうには、感じます。まあ特に、5-1 だったら、まあラモスとか、ラポとか、長いなので、まあ長いとか、まあ長いできるっていうのもあるので、まあそこまでは気にならないかもしれないんですけど、まあ元々のペースが、低いっていうのは、まあセンターバックとしては、まあ、ちょっと厳しいところかなとも、思うのでここに、入っています。またサイドバック関連でいくとマラシアとかラウム、ジョルディアルバとかなんですけど、まあペースが比較的この3人は、速くて、追いついていけるような選手ではあるんですけど、まあそれでもフィジカルの、弱さっていうのはどうしても気になる場面っていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうには、感じます。で、そして Sまあ、S は、SSS と同じぐらいの人数で、まあ、ちょっと、比較的この5段階の中では多い、選手たちかなっていう風に多くなってる、ランク帯かなっていう風に思います。まあ、ゴメスとかは非常にコスパが良くて、もう今開幕から2週間弱ぐらい経ってるんですけど、まあかなり安く、なりましたね。当初は1万まあ、4000とか3000とか言ってた選手が、まあ、今では多分3000コインとかぐらいじゃないかなと、思うんで、かなりコスパになったなっていう風に、思います。で、ズーレはそれこそ特殊が、来てるので、まあ、もっと強いズーレはいるんですけど、金でいくとこの位置かなと、思います。まあ、イベントのティアリストも、出してるので、ぜひそちらも見ていただければ嬉しいなと思うんですけど、まあ、金のズーレでもそもそもまあ長いっていうところやったかなと、思うので、ペースがなくても、まあ、そこまで、遅さは感じないかなっていうふうには、思いますね。で、組んでは正直、まあ、海外の方もそうなんですけど、あまり思ったよりは評価は高くないですね。自分も SS ぐらいかなと思ったんですけど、まあ、実際組んで使ってみて、当たって使ってみたんですけど、やっぱフィジカル面が影響してるのか、取りきれないことが多くて、まあ、なんかしっかりこうタックルに行ってるつもりなんだけれども、まあ、取りきれないとかっていうのがあったので、まあ、操作の問題かもしれないんですけど、まあ、組んでは、少しセンターバックとしては取りきれなさっていうのがあったかなと思いますね。スピード面とかは結構良かったんですけど、まあ、SS クラスではないのかなって個人的には思って、しまいましたね。で、まあ、頭スピナッツォーラとかペースは抜群に速い。フィジカルとかは先ほど言った通りマラシアとかラウムとかジョルジャルドとかそれぐらいの選手たちと同じぐらいなんですけど、フィジカルはでも、まあ、圧倒的なスピードが、あるので、まあ、そこでカバー、してくれる場面の方が多いんじゃないかなっていう風に感じて、ここに入れてます。で、 SS を、見ていくと、まあ、バラン・キンペンベとか、まあ、アラウホ、まあ、ディエカルとか、そこも入ってますね。まあ長いに、できるような選手も、いればもとんと長いっていう、ところもあって、まあ5番ではアラウホとか、ディエカルは特に強さを感じて、安くて強いっていう、選手たちなのかなっていうふうには、感じます。
まあ、リース・ジェームズはそれこそ個人的には、右サイドバックで行くと結構強い方の選手になるんじゃないかなっていうふうにも思うので、結構注目かなっていうふうに思います。あとはデリフトも、まあ、能力がどんどん上がっていけば、かなり強くはなってくるんじゃないかなっていうふうには感じます。守備能力はめちゃくちゃ、高いですね。で、まあ、あとは、まあ、フランス人のキンペンベとかバランとかも、まあ、安定に、強くて、普通に相手のスカットに見ることが多いと、思うんですよね。キンペンベとかは自分でも使ってますし、まあ、普通に、強い選手たちかなっていうふうには感じます。で、SSS 一番上の、ランクなんですけど、ミリトンとか、リュディガー。で、サイドバックで行くと、カンセロ、テオ、ウォーカー、デイビス、メンディとか、まあ、そうそうたる、メンバー、かなと、思います。まあ、トップ層の、人たちも、使うぐらい強い、そして海外の方たちも、非常に評価の高い選手たちかなっていうふうに思います。まあ、特に、まあ、トモリとかは少し SS にしてた人も、いたんですけど、まあ、自分的にはトモリはかなり強い選手かなとも、思ったのでここに、入れてるっていうような形になります。でサイドバック問題はそれこそ LB は層が厚いなと、思いましたね。デイビスもメンディも、カンセロも、テオもいるっていうところで、逆に右サイドが層はなかなか薄いなっていう風に感じますね。今のところだと一番強いのはウォーカーかなと、思いますね。か、ポジションチェンジをした、カンセロか、もしくは、まあ、ミッドフィルダーのところに入れてるんですけど、入れてしまったんですけど、ジョレンテとかも一応 RB もできるので、まあ、そこら辺かなと思いますけど、まあ、最強は、まあ、ウォーカーなんじゃないかなっていう風に今のところはこの金の、カードでいくと、うん、そうなるかなっていう風には感じますね。まあ、センターバックも、まあ、特にファンダイクとかは、今作めちゃくちゃ強い、特に強い、作品なんじゃないかなっていう風に思いますし、クリバリか、クリバリとかはもうめちゃくちゃ強い、クリバリファンダイクとかめちゃくちゃ強くて、相手にいたらうわこれ難しい試合になりそうやなっていう風には感じますね。この2センターバックは、ちょっと魅力的すぎますね。めちゃくちゃ羨ましいです。でそこにまあリュディガーとか、入ってくるかっていうような感じではあると思うんですけど、まあ、リュディガーもそれこそ能力がどんどん上がっていったら、まあ、もしかしたらファンダイク超えとかっていう風にはあるかなっていう風に思います。それだけもう初期の能力っていうのもかなり強くなった選手なんで、まあ、おすすめになってるかなっていう風には思います。まあ、っていう感じで、まあ、ディフェンダーの、ティアリストになるんですけど、もちろん、ここにいない選手とか、自分で使ってるけど、まあ、ここに、入れれてない選手とかもいると思うので、その際は、コメントいただければ嬉しいなっていう風には思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。